警備の吾妻です。野呂です。ここで皆様に発表がございます。2月から新しい企画がスタートいたします。イエイ。はい、その名もコメントコンテストです。絵を鑑賞するということは作品を通して自分と会話するということ。警備ではそんな素敵な時間をもっと過ごしていただきたいと考え、コメントコンテスト企画をスタートいたします。参加方法はとっても簡単です。警備の投稿作品にコメント欄にてコメントをください。その際に末尾にハッシュタグ警備コメンターと入れていただくだけで応募完了です。コメントをいただいた方から毎月3名様を警備コメント賞にご選定させていただきまして、副賞として警備のメディアにてコメントを記事化させていただきたいと思います。参加の有効期限は該当の作品が投稿されてから1週間以内のものを対象とさせていただきます。絵を描いている方も描かれない方も振るってご参加をお願いいたします。ちょっとチャレンジというか実験的にねやってみたいなと思ってるんですけども、記事化させてもらってね投稿させていただくというところで、うん、言うてもねもう結構最近見られるようになってきてるんで、ぜひぜひコメントを送っていただいて、はい、秀逸なコメントを皆さんにお披露目できるとよりね作家さんも嬉しいし、うん、見る人も新しい視点も得られていいんじゃないかなと思っております。うん、はい、野呂さんのおっしゃる通りですね。警備は本当に日々フォロワーさんが増えているメディアにおかげさまでなりまして、その中の記事の一つとしてご紹介させていただきますので、注目を得るっていう意味ではいいモチベーションになるのかなというふうにも思いますし、応募の過程でですね本当にたくさんの作品に触れてこう言葉をどんどんこうアウトプットしていただくことによってこう人生がこう豊かになるのではないかなというふうにも思いますので、今まで以上に作品を見てよりその作家さんのファンになっていただきながらコメントをしていただけますとすごく嬉しいです。まあ、松本もね毎日ね高校のテキスト書いたりとかしてるし、うん、まあ、俺もストーリーズねいろいろコメントしたりとかもしてるけど、ね、絵をこうパッと見てあいいなとかってもちろんいいんですけど、この作者はどういうふうにないとでどう考えて描いたのかなとかってこう想像力を膨らませて絵を見ていただくと全然また見方変わってくるんで、うん、ぜひねそういう体験を皆さんにもねもらえたらなと思います。予定ではあるんですけれども、吾妻がこう単独で配信だったりをさせていただく機会をこれから設けようと思っていまして、ハッシュタグ警備コメンターをつけていただいた言葉に関しましてはですね、私も配信でこう直接こう見ていってコメントさせていただくという機会も設けさせていただければと思いますので、そういった面でですねこう過程も楽しんでいただきながら、私たちメディアとのこうコミュニケーションなども楽しんでいただきながら応募していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。イラストコンテストでですね、かなりこうイラストレーター同士の横のつながりが絆がこう深まったような印象を受けまして、なので絵描けないよっていう方も的な言葉を紡ぎ出すような人たちがこう集まってくるので、なんかそういうね方たちが集まってこう優しい言葉が飛び交う世界にこうなればとも思っているので、そういったこう新しいこうネット上での出会いみたいなのも僕はちょっと期待しているので、ぜひぜひ振ってご応募いただけると嬉しいです。ということでこちら企画2月から早速スタートでございます。いつも通りイラストコンテストも毎月開催しますので、並行してですねこちらも楽しんでいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。またね。美術エンタメチャンネル警備術放送局、よろしければ評価ボタンやコメントで番組を応援してください。インスタグラムではおすすめアーティストをご紹介したり、美術コンテストも開催してます。また見てくださいね。